モカ太郎の動画。はい、おはようございます。モカ太郎です。今起きました。おはようございます。ということで皆さん、大ニュースです。まあ、大ニュースって言っても、私の動画を見てくださっている方々はPC 関連ものすごい強い方ばっかりなので、おお、すごい明るくなってきた。おはや。 NVIDIA GeForce RTX 2080シリーズ発表になりましたね。すごいね、これはすごいね。もう皆さんご存知の方多いと思うんですが、この2080シリーズっていうのがとんでもない化け物なんだよね。そして RTX シリーズの核とも言われる RT チップを搭載したグラフィックボードを発売しようっていう各社が今お祭り騒ぎになってるんだよね。 Twitter の公式情報とか見ると、 MSI さんとか ASUS、 ギガバイトからも RT チップを搭載したグラフィックボードを発売しますっていう風に公表してるんだよね。だからみんなこう首を長くして待っているわけなんだけど、値段がね、まだ具体的に分かってないんだけど、アメリカの方ではだいたい14万から15万ぐらいで発売されるのかな。だから日本で発売されるとしたらいくらぐらいになるんだろうね。18万とか、まあ、20万いくかいかないかぐらいになっちゃうのかな。どうなんだろうね。時期的な問題だからそれは分からないんだけどさ、結構高いと思うんだよね。でね、 RTX 2080シリーズが発表されたのと同時にプロモーションビデオも公開されたんだよね。まずタイタン V っていうとんでもないグラフィックボードをご存知ですよね。グラフィックボードの三角形のピラミッドがあるとしたら、もう頂点に君臨するものすごいバケモングラフィックボードなんだけど、そのタイタン V を数枚つけて、タイタン V の映像の素晴らしさはこういう感じだよっていうのを会場の人に見せたの。でその後に今回発表された RTX 2080Ti だね、それをたった1台装着して、なおかつライブで会場の皆さんに見せたのね。これが RTX 2080Ti の映像だよって。そしたらものすごい拍手が巻き起こったの。こっちはタイタン V 複数台だよ。なのに RTX 2080Ti たった1枚で歓喜が起こったの。会場に歓喜が起こったんだよ。もうこれ言えばわかるよね。あ、もうすげえんだって。あ、もうバゲモンなんだっていうのがお分かりいただけたと思います。で、具体的にどこら辺がすごいのかっていうと、じゃあ私人物なんだけど、じゃあ私が鏡だとしよう。私鏡ね、パキーンって鏡になるか今。で、こっちに太陽光があって、ここに太陽光がこう鏡に当たるとしたら、それが屈折して反射するでしょ。で、ここにまず光が映し出されると思うの。これが従来の皆さんが持っているグラフィックスボードで、多分おそらくここに反射するであろうっていう過程でここに映し出されてたのね。この反射の光がなんとなくね、ここに映るんじゃないかっていうことで。だけど今回登場した RTX っていうのは完全に計算してるの。ここに光があったらここに反射されて、さらにここに反射されて、ここに反射されるだろうっていうのを一瞬で計算して、それを映像として出してくれるの。だからすごいんだよ。ここにも光反射するのっていうところまですごい細かく再現されるようになっちゃったんだよ。ここに光が当たって、ここから屈折して、どこに当たって、さらに屈折して、屈折してっていうと、何億通りの屈折の計算をしなきゃいけないのね。それは不可能だって言われてたの。それを一瞬で計算させちゃおうよって、とんでもないことを考え出して編み出されたのが今回の RT チップなんだよね。だからね、ゲームをしてる時も何かがこう爆発した、例えば車が爆発したら、その爆炎とか炎が広がるよね。それがこっちに反射してるかと思いきや、自分のキャラクターの目の瞳の中にもその反射、光の反射が表現されたりとか、まあ、そういう感じなのよ。そういう次元なのよ。だから光のリアリティをかなり実現しているチップが登場したということになりますね。すごいね。で、今光についてピックアップして話したんだけど、光があるってことは影もあるわけで、影もすごいのよ。ここにも影出んだっていうぐらい、もうすごいんだよ。もう星。だけどね、私のモニター超普通な HD モニターなので、 4K とか 8K モニターにしたら、もうそれはもうとんでもないことになっちゃうんだろうなっていうワクワクを今もずっと秘めてます。すっごい楽しみ。ということで、細かいスペックは概要欄に公式 URL 添付しておきますので、興味があったら見てみてください。その中で 1,2 点ほど気になったことをお伝えして、私はこれから仕事に行きたいと思います。まず根本的に変わった点から言うと、 1080Ti のアーキテクスチャっていうのはパスカルだったんだよね。で、そのパスカルから RTX シリーズになってからチュアリングに変更されました。で、これはどういうことかっていうと、すげえ化け物に変身するためのやつだよって言えばわかるかな。すげえ雑なんだけど。
で 1080Ti と今回出た RTX の2000番台シリーズの中の構造っていうのはもう一つ違っていて、基板の中に、配線されている線の細さが RTX の方が細いんだよね。これはどういうことを示すかっていうと、早く情報を伝えることができたり熱効率もアップすることになるんだよね。でさっき説明した光の反射を一瞬で計算することができる機能っていうのはレイトレーシングっていうんだけど、今回の RTX シリーズが出たことによってスペックの中にそのレイトレーシングの回数とか1秒間にレイトレーシングが何回起きるかっていう項目も追加されてるんだよね。レイズっていうのが1秒間にレイトレーシングが何回起こっているかっていうのを示す項目で、 RTX っていうのがそのレイトレーシングが何回できるのかっていうのを表示させる項目なんだよね。この2項目がスペックに追加されてました。でここで RTX2080Ti の RTX の回数よりも 1080Ti の回数の方がかなり10倍近く下回ってました。なので 2080Ti は 1080Ti の10倍近く、まあ倍以上かな、倍以上の性能を持ってるんじゃないかっていう風に期待されてるんだよね。はい、ということでこれから RTX 対応のゲームとかね、実際にできたらすごく楽しみだよね。皆さん期待して待っていましょうね。ということでお仕事行ってきます。